なんだか、間抜けな記事が産経新聞から出ました。小泉氏58票でリード、党員票も優位、石破、高市両氏含め決選投票見通し、総裁選議員同行。自民党総裁選27日投開票をめぐり、産経新聞社は、各議員や陣営などへの取材をもとに動向を探った。小泉進次郎元環境省43が、無派閥を中心に、議員票368票のうち58票の支持を固めて優位となっている。小泉氏は、高い知名度を武器に、党員票368票でも、一定の得票を集めると見られるが、過半数には届かず、上位2人による決選投票となる見通しだ。ただ議員票は、54人の対応が明らかになっておらず、情勢は流動的だ。産経による議員票は、2位はコバホークで46票、3位は林芳正官房長官40票、4位は石破茂元幹事長34票、5位は茂木敏充幹事長33票、6位は高市さんで31票、7位は河野太郎26票、8位は上川陽子と加藤勝信元官房長官で23票。党員票について、14、15両日に実施した産経と FNN 富士ニュースネットワークの合同世論調査で、自民支持層の支持をもとに試算すると、29.4% の小泉氏が109票でトップ。石破氏89票、高市氏60票、河野氏19票、林氏14票、小林、上川両氏13票、茂木氏11票、加藤氏1票。議員票との合計は、小泉氏167票、石破氏123票、高市氏91票で、このうち、上位2人の決選投票となる公算が大きい。党員票は、あくまで世論調査の自民支持層で試算しており、実際の動向と異なる可能性がある。なんだかね。一週間ほど前の読売の記事では、党員票と議員票の合計は、高市さんと石破さんが123票で並んで、ボエムは105票と脱落したみたいな記事が出てたけど、この産経の記事が本当なら、菅元首相の恫喝みたいな電話の効果があったってことか？それにしても、本当にポエムになったら自民支持者が増えると思ってるんかね？ネットの声。マジで自民党議員は、カナダや北朝鮮のトップとは同世代だから、新たな未来が切り開けるとか、平気なおバカ発言しちゃう小泉進次郎氏が総理大臣になっていいと思ってんの？テレビでもバカにされまくってるけど。小泉氏58票でリード、自民党議員は自分の首を絞めるって理解してないのかな。野党がクズすぎるから、それでもまだ保守議員が残っている自民党に政権取っていてもらわないと、と個人的には思っている。これまでの支持者が離れちゃうよ。いくらなんでも小泉氏はないわ。自民党総裁選、小泉氏58票も入ってんの？バッカじゃねえの、マジで。自民党議員も党員もバカしかいねえの。お前ら、以前小泉純一郎と竹中平蔵に騙されて、無駄に30年も不況にあえぐ羽目になってる現実見えてねえの？まともに質問に答えられない若いだけの腐れボンボンが首相とか嫌すぎる。まず、ポエムを押すってところが、菅元総理が世間を甘く考えてるってことやね。ポエムが日本の顔ということになったら、ほんと日本は、おふざけの国っていうか、軽い国と見られてまう。そして、アメリカの言いなりで、父親の純一郎の時より、もっと日本国民が疲弊する国になるやろうね。とにかく、今度選挙があったら、自民議員を落とすしかない。そうしないと、日本が壊れる。話は変わって、
19日には不信任決議が全会一致で可決した兵庫県知事の斉藤さんやけど、これから辞任するか解散するかを選ぶことになる。兵庫の県議会議員も、もしかしたら解散ってことになるかもしれんから、自分たちの首が飛ぶかもしれんことも分かって不信任決議を可決させたはずなんで、そのところは、覚悟は感じるわね。最近、文春が記事を出してて、祖父の土地を売ったことで親戚から絶縁されてるとか、エリートの家に育った妻女の妻が辞めないように止めていたなどとの記事も出てるね。どうもバレードの寄付金を増額してキックバックさせたことが一番隠したかったことで、それで処分までしたんやないかとの推測も出てる。どっちにしても人が亡くなってるってことよね。それに対して道義的責任が何かわからないと答えたのには、やはり人間性に疑問が出るね。まだ小学生の子供があるらしいけど、これからどうするんやろうかね。今は1500万の収入があるけど、もう選挙に出ても当選することはないと思うし、妻の実家がいいとこならそのつてでどっかに就職するんかね。もともとは総務省にいたわけで、大阪に出向した時にかねてから目をつけてた松井などを通じて自民党の支持も得て兵庫県知事になったわけやけど、結局トップの資質がなかったってことやね。立候補などせず総務省にいたなら、全国的に名前を知られることなく普通に役人として過ごしただろうけど、今後の人生にも大きな傷になってまったね。ご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしております。次回の動画で会いましょう。チャンネル登録お願いします。